はい、吉田武明です。また今日は柔道場で、一人で、やっております。今日はですね、いろいろ考えたんですけど、大内刈りから体落とし、実は体落とし私全く苦手な技なんですが、今になって体落としできたら羨ましいなっていうのがすごい思いであります。ね、もう、40代半ばですけど、今からでも体落としね、みんなと一緒に練習してみたいとは思ってますんで、そのつもりで僕も練習したいと思います。まずね、大内刈り、自然体に立ってもらって、この前やりましたね、1,2,3 で払うっていうね、1,2,3 ね、横に出すだけでもいいですよって話をしたと思います。それでね、大内刈り 1,2,3 ね、こう開いて出した足ね、もう一回いきますね、出した足、これが体落としの一歩目になりますね。かけてね、相手の足を刈るというよりもね、横に出してどかしてあげるようなイメージで、まずは入ったらいいと思います。 1,2,3 で相手の足をどかしましたね、払ってどかしました、1歩目、ね、1歩目、ここから、左足を右足にね近づける、右足のすぐ横ね、回転するようにして持ってきます、ね、できるだけ近くの方が自分の軸がブレずに回れます、ね、これがこっち行っちゃうとブレますんでね、軸がね、1,2,3 で払っておきます。こういったこう自分の軸の回って、そこからダイブしていい形になります、ね、いいですかね。1,2,3ね、で払って投げるイメージね、横から見ると、1,2,3払って1歩目、ね、2,3、ね、次にこっちから見ましょうか。1,2,3、ね、慣れてくると早くできる人が、ね、できてくると思いますんでね、体落とし、ね、しっかりと足の、ね、運び方を何回も何回も繰り返しやってみてください。はい、以上になります。